陸流。カナダへの快挙なるか。フィギュア世界選手権はカップル競技も注目。週刊朝日。3月23日。フランス南部のモンペリエでフィギュアスケートの世界選手権大会が開幕する。2月の北京五輪では史上最多4つのメダルを獲得した日本代表。世界選手権でも活躍が期待される。画像。陸流ペアのダイナミックな演技はこちら。 中でも注目はカップル競技の2組だ。北京五輪での精神な演技でファンの心をつかんだ陸龍こと三浦陸、木原龍一組は2回目の出場。初出場の前回はいきなり順位に入り五輪代表枠2つをもぎ取った。今期の躍進ぶりはさらに目覚ましく五輪団体戦ではフリーで2位に入りメダル獲得に大きく貢献した。 世界選手権でのペア日本代表過去最高は2012年に高橋なるみマービン・トラン組が獲得した3位だ。世界ジュニア選手権で2度表彰台に上りグランプリファイナルへも出場した高橋トラン組だが国籍問題に阻まれ2014年のソチ五輪前にペアを解消。木原はその高橋なるみに誘われてペアへと転向した。 高橋氏はいわばペアスケーター木原隆一の生みの親。その高橋氏の成し遂げた快挙を更新する可能性が陸流には大いにある。ところで昨年陸流が持ち帰った北京五輪出場枠2組は国内にタグミがいなかったために1枠を返上することとなった。今季新たに結成した柚月新月湯の君ゆ一橋小成組のコーチは高橋氏。 陸流の戦いは日本のペア競技の発展にも大きな力を与えるはずだ。アイスダンス代表の高橋大輔は3月16日に36歳の誕生日を迎えた。 世界選手権は9年ぶり9回目の出場であり、同時にカップル競技としては初出場でもあるレジェンドは2018年に村本がクリス・リード氏と共に獲得した11位、日本勢過去最高位を超える結果を目指してフロリダで村本カナと調整を続けている。開催国フランス代表のパパダキス・シゼロン組は北京五輪の金メダリストで、 フランスフィギュアスケート界の象徴とも言える存在。このため開催国ではアイスダンスの注目度が非常に高い。競合国のアメリカ、カナダも五輪代表を含めたトップ選手が揃って参戦する。上位組のほとんどが結成10年に近いキャリアを持つだけに2年目のカナダイが食い込むのは容易なことではない。しかし今期のカナダイは世界ランキングベストスコアともに出場選手中10位。 楽観視こそできないものの、日本勢過去最高位の更新は、射程圏内だ。男女シングルの代表には、鍵山優馬、宇野正美学、坂本香織、樋口若葉と、銅メダルを獲得した、北京五輪団体のメンバーが、ずらりと顔を揃えた。埼玉で行われる、来年の同大会に向けて、万弱の夫人で枠取りに挑む。 1>, 1月の4大陸選手権で銀メダルを獲得した友野和樹は4年前の世界選手権でも村隆人氏に代わり出場、大活躍を見せた。17歳川辺真奈の踏ん張りにも注目したい。世界情勢が不安定な中、開催側も選手も全力を尽くして大会へと向かっている。北京五輪シーズン最後の大舞台、すべての選手が自らの目指す高みに向かって、 実力を存分に発揮できることを願いたい。皮脂種ゅ、あかな大異例の二刀流一章23日開幕、世界選手権直前に、デザイナーを直撃。フィギュアスケートアイスダンスの、かな大こと、村本かな、29&、高橋大輔36、元大系 f s c が、23日開幕の世界選手権、フランスモンペリエに挑む。 結成2期目の2人は驚異的な進化を遂げる一方でリズムダンス、rd で使用する2種類の衣装がファンらの間で注目を集めている。赤黒と白の両バージョンは共に最高傑作とも言われる中、本誌は制作を手掛けたデザイナーの原武俊氏37を直撃。異例の二刀流衣装の魅力に迫った。写真、ホワイトカナダイはこちら。石黒か白か。 今期の RD はミッドナイトブルースがテーマ。カナダイは Y のテイストを入れたソーランブシアンドコトを選曲し、プログラムを最大限に引き立てる2種類の衣装が用意された。今期出場した5つの競技会は、すべて村本が赤中心、高橋が黒中心の衣装を使用しているが、実は2人が白で揃えたホワイトカナダイと呼ばれる衣装も存在する。 昨年11月のワルシャワ杯のエキシビション、同12月の全日本選手権の公式練習で使用されたが、競技本番では未だ封印中。村元は白バージョンをとても気に入り、名コーチで知られるステファン・ランビエル氏も今期のフェーバリット衣装と絶賛しているだけに、初披露の期待が高まっている。 衣装を手掛けた原氏は最初にいただいたオーダーは接告でその後に白バージョンも追加。基本的に衣装は同一のプログラムで使い分けることは少ないですが、今回は両方とも捨てがたくとても評判がいい珍しいケースと話す。しかもそれぞれの衣装は独自のストーリーを持ちこだわりが詰まっているのだ。まずは原氏が時代と国境と人種を超えた融合と表現する接告バージョン。 フィギュアスケートの源流でもあるバレエやクラシックの文化に加え、ブルースのルーツでもある黒人文化の哀愁、さらにソーラン武の背景にある北海道の漁師の雰囲気が絶妙に入り混じっているという。高橋さんの魅力は両極端な要素を取り入れ、新しいものを生み出すところ。綺麗で端正なのにちょっとやんちゃで崩れている今回の衣装と見事に一致しますね。 衣装を制作する過程で高橋は、着崩した感じに、綺麗にしないでほしいと注文。あえて白い襦袢、襦袢を下からはみ出させる工夫も凝らされている。一方、白バージョンのコンセプトは神、真事祭祀、祭祀だという。原氏は、ソーラン節といえば、北海道の二神漁。 アイヌ文化は精霊信仰が強いので、真珠や祭祀的な文脈を白い生地と独特な柄の生地で表現しましたと説明した。前例のない二刀流衣装に、原氏は今までにないものができた。二人が着たことで衣装の輝きも増していますと満足げ。大会本番では二人の演技とともに、どちらの衣装が使用されるかにも注目だ。 鍵山優馬、村本カナ高橋大輔も参加アイスショー、スターズ・オン・アイス東京公演。フィギュアスケートのアイスショー、スターズ・オン・アイスの主催者は、16日、北京五輪、オリンピック男子銀メダルの鍵山優馬、18が東京公演、4月9から10日分、東京・代々木第一体育館に出演すると発表した。 アイスダンスの村本香奈29高橋大輔36組関大系 FSC も東京公演の全日程8から10日に参加する。現時点で複数の席種でチケットが完売となり2公演の追加2日正午開演大阪東和薬品ラクタブドーム9日午後6時開演代々木第一体育館が決定。 スターズ・オン・アイスは86年に北米でスタートし、今回はすでに五輪男子金メダルのネイサン・チェン、米国銅メダルの宇野正美学、トヨタ自動車女子銅メダルの坂本香織、シスメックス2から3日の大阪公演のみなどの出演が発表されている。